はい、皆さんこんにちは。エアタグについては実機レビューを第1弾としてね、上げさせてもらって、その後ホルダー類のねレビューもやりましたけど、今日はね、本体の第2弾ということで、でフィールドワークではなくてね、まあ、自宅でやれることをね、前回ねやりきれなかったことを試していきたいと思っています。はい、それではね、まずは iPhone 11、12シリーズとそれ以外の違いについてですけども、でこれね、左側が iPhone 8で右が iPhone 12 mini です。それぞれね、これタグをね、紐付けしてるわけですけど、この U1 チップ内蔵の iPhone 12 mini はこれ探すボタンを押すと U1 チップなどを駆使しまして、詳細の探索機能がね起動するんですけど、こっちの、ね、iPhone 8についてはこの経路というのしかねなくて、探すっていうのがね出てこないんですよね。まあ、なので、まあ、あくまでもね今までの探す機能の範疇というところ で、ちなみにこの経路っていうのを押しますとマップが立ち上がって、まあ、そのタグの位置とあとはねそこまでの経路を表示してくれることになっています。はい、それで持ち物のね名称変更ですけども、この登録したタグのやつをね選んで、それで一番下のところにね、持ち物の名称変更っていうのがあるんで、まあ、この部分ですね。で、ここで例えば今ハンドバッグになってるのをまあバッグにしたりとかね、まあ、そんなことはね、可能となっていますね。はい、それで使うのをね、やめるときですけども、この持ち物を削除というね、機能があって、ここを押すと、まあ、その先ですね、AirTag を削除っていうのが出て、で、削除ボタンをさらに押すと確認画面が出てからですね、削除をさらに押して、これでね、削除がね、少し5秒ぐらい待たされますけども、完了するというね、感じで。で、このようにね、持ち物のリストからバックというのがね、消えているかと思います。はい、それで持ち物からね、削除したタグですけども、まあ、残念ながらね、そのままだと、この時折ね、iPhone にこういうセットアップ画面がね、ちらちら出てくるんで、まあ、これが結構ね、邪魔くさいということで、でまあ、電源切るためにはね、この電池を抜くことがね、必要かと思います。あとはまあ、不明な怪しいタグが見つかった時なんかもね、電池抜かなきゃいけないんで、そのやり方をね、ちょっとお見せします。で、このようにね、裏蓋と本体の白い部分をこうぐるっとね、回転させると開くんですよね。で、まあ、そんな感じで出てきたのは、これ、パナソニックの CR2032 ですけども。で、まあ、電池を抜いてしまえば、この余計なね、ポップアップが出てこなくなりますし、あとはね、不審なタグだった場合にはですね、まあ、ここから通信機能がね、遮断されるからね、怪しい追跡をされないで済むってことでね、それでね、これ、蓋の方は、こういうね、3つの爪があるんで、その爪を合わせて、で今度は逆向きですよね。今度は時計回りに回すってことかな。まあ、そうするとね、このようにね、蓋が閉まるんで、まあ、電池交換とかね、再び使いたいときはね、こうやって入れ直せばいいという感じです。でね、私思ったんですけどね、これ電池外しとくのもいいんですけど、なんかね、かさばったりなくしたりしそうなんで、これ、包装されていた時のね、この剥離シートっていうかね、半透明のシートを使ったらどうかと思って、で、これほら、セットアップの時に、最後ね、このシートを引っ張って通電させたんで、まあ、それと逆のことをやろうかと思って、ここのところにね、端子があるんで、これですね、このシートのこの部分をピタッと当てて、そうすればね、この電気遮断するんじゃないかと思いますんで、で、これでね、これ合わせて、それでね、こうやってグッと、押さえ込めば、で、これでね、蓋をしてしまえば、この買った時と同じ状態になるのかなと思います。で、これでね、右にグッとね、回転させると、これがね、固定されて、で、これ通電した時の音もね、しなかったんで、これでね、大丈夫みたいですね。だからね、このシート、買った時に、まあ、セットアップで剥がしちゃいますけども、これね、取っといた方がいいですね。まあ、もしね、使わないタグが出てきた時にはね、挟み込んで、また貼ればいいという感じです。で、ここからね、結構ね、興味深い結果が出ていますが、何かの中に入れた場合は、至近距離の探す機能はどうなるのかってことで、まずはね、この財布、前回ね、財布に入れてみたりしていましたけど、まあ、そうするとね、探す機能はどうなるのかななんて思いまして、まあ、このコインのね、部分に、まあ、入れた財布をですね、まあ、ちょっとね、2階に置いて、で今これ1階と2階の間あたりでね、探すを押してみたんですね。
で、そうするとね、信号は弱いけど、探してるみたいです。ただなんかね、この U1 チップって、明るさが暗いときは明るさがもっと必要ですなんて出てくるんでね。で、ところがまあ結局今7メーター台のところでパッとね、まあ見つけまして、それでね、徐々に近づいていくと距離がね、縮まっていきます。で、結局ね、昨日試した場所と同じ場所ですけどね、まあ、この財布に入った状態で、まあ、補足をしたっていうことで、まあ大体7メーター台からね、チェックしてくれたんで、まあこういう革製の財布なんかに入れる分には特に、信号が弱くなったりすることはないみたいですね。で、あとはポリカーボネートのスーツケースはどうなんでしょうか。まあこういった、まあちょっとね、年金入ったやつですけど、ここにエアタグ入れましてですね、まあそれで、蓋をしてしまいます。まあこれでプラスチックにね、四方を囲まれた状態になりますよね。で、ガチッとこの、ね、蓋も閉めてしまって、それでね、さっきと同じようなね、位置から、探すをやってみますけど、そうするとね、これ、まあ、信号が弱いんでちょっと動いてみろって出て、で、この状態だとね、4メーター台からだから、まあ、ちょっとやっぱりね、信号弱まってる感じはありますよね。さっき、革製の財布だと7メーター台からでしたけども、まあその後、まあ U1 チップのこの方向なんかについてはね、ちゃんと現れて、で、まあこれね、一番近づけたところで、最後ね、ここですというのはね、出ましたから、まあ一応ちょっと距離は弱まるけど使えるみたいです。で、あとはガラス瓶なんかだとね、どうでしょうか。ガラスに囲まれた状態。まあこのようにですね、空き瓶に入れて、蓋これね、金属製ですけど、まあ同じような位置で探すをね、し始めました。で、それでね、まあ、これも接続されたけども、信号が弱いです。まあ、動いてくれと出ていますけどね。まあ、それで階段上がっていくと、で、この場合はですね、こんな感じで、5メーター台から出てきて、まあ、3メーター台ぐらいでしたから、まあ、大体さっきのポリカーボネートと同じぐらいですかね。革製の財布よりはちょっと、距離がね、短いところからでしかね、補足できなかったようですけど、で、まあ、最後ね、この辺りについては、まあ、精度の高いね、動きを見せていましたね。でね、これが結構面白かったです。鍋、金属製の鍋ですけど、コインロッカーね、スチール製のであんまり飛ばなかったことがね、気になってたんで、まあ、うちにあるね、これビタクラフトって鍋でね、ちょっと試してみたいと思います。で、まあ、同じようなね、位置から探すをして、で、これね、階段上がっていくんですけどね、信号を探していますのままなんですよね。全然ね、補足しないんですね。で、もうこれ階段上がりきって2階に突入していますが、いくら近づいても、ね、信号をね、掴んでくれないんですね。やはりね、金属だとかなり信号の方は遮断されるようで、こんな近づいてもダメでですね、結局ね、最後、これもうほんとね、鍋の蓋にギリギリ近づいたぐらいでね、やっとこれ信号をつかんでここですなんてことなんで、だからね、まあもう一回やってみましたけどね、やっぱりなかなかつかんでくんないんですよね。で、結局ね、これ2回目はね、こんな近づいてもね、全然こう反応してくれなくてですね、接続はしてるんだけども、場所を見つけてくれないという状態が続いて、こううろ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 して、最後ね、この辺りにね、やったらやっとここっていうふうにね、見つけてくれました。だからまあこれ、Bluetooth も UWB も両方やっぱ金属にはそんなに強くない感じがしますね。で、あとはね、水の中ってどうなんでしょうね。まあちょっとね、水の中でもあんまり深いとこにも入れられないんでね。これ、さっきの瓶に水を溜めて、これポチャッとね、入れたんですね。で、耐水基準は IP67 ですから、まあ1メーターで30分大丈夫ってことなんでね、壊れることはないんですけどね。で、この状態で同じ場所に置いてですね、同じ場所から探っていったんですけど、まあ信号を探しています。なかなかやっぱりね、信号を捉えないんですね。で、こうやって上がっていくと、これ階段上がりきってもね、信号を捉えきれないできていて、かなりね、近くまで行っても、これ多分ね、2メーターぐらいのところでね、信号をやっと弱いけど捉えたと出てきて、で、ここでね、0.2 メーターまでね、この U1 チップの位置情報は出てこなかったというね、感じなんでね、まあ、このあたり水に落ちた時も弱そうです。で、これまあ5分ぐらいでしたけどね、水没してて、これ出してみましたけど、まあその後ね、チェックしたらちゃんと、まあ使えてたんでね、
まあ、この IP67 っていうのはまあ間違いないのかなとはね思われますね。で最後、家で飼ってる猫、まあこれ自宅内だけ限定というね気持ちで、ちょっとねチェックしてみましたけども、まあその場合もねこうやってじっとひとところにいる場合にはですね、まあさっきとね同じように、まあこれ物と一緒ですよね、まあ位置がね分かるということで、まあ彼どこにいるのかななんて家の中で見当たらない時なんかにいいかもしれないですけどね。はい、それでね、例えばね、これ3階に猫がいるんですけどね、今1階にもいなくて2階でうろうろしてるけど、あれいねえなっていうことになってですね、でこっちに動いたら距離が縮まったんで、あ、そっか、上の真上ぐらいにいるのかなみたいなね感じで、それでねこうやって階段をね上がってって見ているとこなんですね。でそうすると、まあ、徐々にね距離が縮まっていくんで、おうおうおうというところで、で階段ねこれ上がりきったところでどっちの部屋か分かんないんですけど、これがねあの右側って出てくるんでね、でパッと右側を見るとねここに猫がいたということで、だからこういう使い方にはねいいかななんていうふうに思いますね。でもこれ外でねいなくなったの探すとか、基本的に更新頻度がねそんなに高くないし猫は動いちゃうってことでね、まあ使い物にはなんないと思うんですけどね、まあ、この家猫だったらありかなという感じを受けましたね。はい、てなわけでね、専門家の友人とちょっとねメッセージでやり取りしまして、で聞いたらね、その近距離の探す機能っていうのは多分最初 Bluetooth で補足をしてから信号が強くなると UWB をね起動させるっていう仕組みなんじゃないかってことで、まあそれで詳細を見つけていく感じみたいだってことでしたね。で電波全般ね水には激弱ってことで、まあ水没だとちょっと探すの厳しいんじゃないですかってことでしたね。それで、ね、金属については、まあ、コインロッカーなんかもねさっきの鍋もそうでしたけど、直接金属にね触れるように置いてたんで、もしかしたらねちょっとこう金属以外のもので浮かしておいたらね結果が変わるかもなんてアドバイスはいただきましたね。でまあ MacBook の時にねコインロッカー入れてそこそこ更新5分ぐらいでされてたのとの違いっていうと、まあ Bluetooth LE ってまあローエナジーのやつがちょっとね電波が弱めなのかななんてこともね、言っていましたね。はい、ということで今回はね第2弾として、まあ室内でできることを中心に、まあ、第1弾でね拾いきれなかったことをねお見せしたりしましたけども、まあこの後はね明日以降になりますけども、まあフィールドワークも含めてねちょっと検証していきたいと思っています。まあこの作品のねレビューもご期待くださいませ。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。